さて、どこから調べようか。あ、またこれ出てきた。右側関係ないのに。狐塚を調べる、図書室を調べる。いや、上から行こうかな。狐塚を調べる。僕たちは、まず手始めに、咲田美沙の霊が眠る狐塚を調べることにした。校舎裏には誰もいなかった。静けさが不安を誘う。昨日の落雷のこともありますので、生徒たちには立ち入り禁止と伝えてあります。野沢君も？てか落雷が落ちたんだよね。狐塚が見えてきた。これに直撃したんじゃないかな。落雷の跡がまだ生々しく残っている。あれが狐塚か、ユリア。うん。兄さんは何かに見入られたように瞳を輝かせていた。研究者としての血が騒ぐのだろう。僕は兄さんの調査の参考になるよう狐塚にまつわる噂を補足した。そうか、この学校にはそんな噂が。いいか、ユリア。はい。事実が事実として認められないまま時を経て、噂ばかりが巨大化してしまうのは非常に危険なことなんだ。噂は噂を、憶測は憶測を呼ぶ。こうして成長した噂が心理的重荷となり、当事者をはじめ様々な人間にのしかかってくる。最初は小さな愚痴やひがみであっても、そうなると立派な呪いとなる。この学校には呪いを培養するだけの立派な土壌が存在していたわけだ。それが狐塚？うわー、焦げてる！大変だ！これだけ高木がある中で、この塚に落雷したようだな。こいつは奇妙だ。うわー、大丈夫なのかな？兄さんは、興味深そうに塚を眺めた後、撫でたり叩いたり。ちょっと桐崎さん、こんなとこ野沢くんに見られたら怒られますよ。匂いを嗅いだりと思いつく限りのことを試し始めた。彼を変人扱いする輩も多いが、今回のように常識が通用しない事件において、その見識は大いに役立ってくれる。落雷の原因になるような鉱物が含まれているわけではなさそうだな。周囲があっけに取られているのには目もくれず、兄さんは狐塚の周囲をくまなく這うように調べ出した。兄さん、何を調べてるの？たわりかねた僕は皆を代表して尋ねた。あった。何があったの？質問に答えるように兄さんが歓喜の声を上げた。ほら、見てみろ、ユリア。何？何これ、巻物？先日、お前から札を受け取ったろ。うん。なんで巻物？何に関係するの？今回もまた、どこかにあるんじゃないかと思ってな。で、兄さんの推測は的中したわけだ。しかし、肝心の札は、中心から焼き焦げていて、全部は読めない。まあ、焼けてなかったとしても、到底読めそうにないのだが。たとえ、生き霊、八重、液人、呪詛、怨霊、悪鬼、邪神、なお、行液流行神道のたたりありといえども、速やかに、特道退散消滅、むずいわ。でも桐崎さん読めるんですね。ここからは焼けていて消失しているな。兄さんの口からわけのわからない言葉が次々と紡ぎ出される。隣守護を加えしめたまえ、覇所魔族、絵所、死軍、念美教王力衆音質退散、むずいって。いいか、ユリア。はい。こいつは、キツネ退治の教門だ。キツネ退治？じゃあ、こっくりさん退治？
キツネ退治？校長、この塚は相当年代物のようですが、何かご存知じゃないですか？例えば、昔話とか伝承とか。ええ、あるにはありますが。校長の答えは、とても歯切れの悪いものだった。我が校の評判にも関わることですので、くれぐれもご内密にお願いしますよ。わかってますって。この塚も、本当はずっと前に取り壊すつもりだったんですが、いろいろとありましてね。いろいろって？私も人づてに聞いた話でして、これは私の祖父が、そのまた祖父から聞いた話なんですが。おう、友達の友達ではなく、祖父の祖父。それは源平の時代まで遡ると言います。当時の権力者に寵愛された一人の少女が狐好きとして処刑されたのです。火炙り？西洋でいう魔女狩りのような蛮行がこの日本でも行われていたのです。魔女狩りが登録されました。あの真ん中の黒いのが少女だよね。まだ偏見も多い時代だったので、ほんの些細な気候を狐つきとこじつけたのかもしれません。それにしてはやりすぎでしょう。しかしその少女はひどい迫害を受けた挙句に、複数の男たちによって殺害されたそうです。さらにその少女が生前に何人もの人間を殺したという説もありますが、何せ大昔からの噂ですので、どこでどうねじ曲がっているやら分かったものではありません。少女が本当に狐つきだったのかも定かではありません。嘘かもしれないってこと？ただこの狐塚が少女の霊を鎮めるために今も残っているのは事実です。それは本当なんだ。ふーんって聞いておいて。この塚にはそんな言われがあったのか。ねえ兄さん、キツネツキってあの？同じ言葉を聞いたのを思い出し尋ねた。そうだな、我が国には古来よりキツネに関する民話、伝承、怪談が多い。よしにつけ、悪しきにつけ、キツネは我々の祖先に少なからぬ影響を与えてきた。人が唐突におかしな行動をとると、それを狐つきと呼び、理解のできない事態を納得してきたんだ。現在は医学も発展し、多くの現象は説明できるようになったが、昔は狐つきを妖怪変化の仕業と考えていたわけだ。兄さんの解説は妖怪変化説を否定してるかに聞こえた。じゃあ、兄さんは狐つきは何が原因だと思っているの？奇異な現象をすなわち妖怪変化の仕業と考えるのは安易で愚かな行為だが、ルフするからには何らかの真実が混ざっているに違いないと俺は考えている。その真実の部分が今回の事件の要因となっているような気がする。この狐塚を取り巻く環境には人を狂わせる何かがある。何か？おう小暮さん、まさか桐崎先生は大昔に亡くなった狐付きの少女の怨霊が次々と生徒を自殺に追いやっているとお考えなのでは？それもないとは言い切れないよね。小暮さんが震える声を隠そうともせず質問する。大正解だ。どうしたの？と言いたいところだが、そうとも限らない。じゃあどっちよ？もしそれならとっくの昔にここは呪われた地になっているはずだ。怖っ。最近になって突然怪異現象が起こるというのはどうも不自然だ。呪いを引き起こす何らかのきっかけがあったのなら話は別だが。絶対こっくりさんでしょ。呪いを引き起こすきっかけか。ねえ兄さん、こっくりさんがそのきっかけになったとは考えられないかな？
なるほど、こっくりさんか。確かにあれは一種の降霊術だ。この地に眠る霊を呼び起こしたとしても不思議はない。問題は誰の霊が降りてきて何を目的として女生徒たちを自殺に追いやるのかだ。いじめとかじゃない？誰に言うでもなくつぶやき始めたかと思うと、兄さんはおもむろにタバコに火を灯した。これは想像以上に根の深い事件なのかもな。夕日が赤々と校舎を照らす。その色はいずこかへ消え失せた自殺者たちの血液を連想させた。怖いよ。さん、おいでくださいませ。またこっくりさんやってんじゃん。こっくりさん、こっくりさん、おいでくださいませ。こっくりさん、こっくりさん、おいでくださいませ。どこからだ？放課後の校舎にこっくりさんをする女生徒の声が響き渡る。特に大声で叫んでいるわけでもないのに、その背徳感で強くなる声は僕たちの耳に届いた。こっくりさんは校則で禁じたはずなのに。破る生徒だっているよ、多分。いくら校則を作ったところで多感な時期の少年少女を押さえつけることはできない。そうだよね。それよりも今問題なのは誰がこっくりさんをしているかだ。さあ早く血を。誰が言ってんの？でもなるみや香織だって。お、複数か。あの子たちは儀式を拒んだから死んだのよ。女生徒たちのささやき声が折り重なる。次第にボリュームが大きくなってきているのは僕たちが目的の場所へ近づいている証拠だ。そして僕たちは声の発信地たる教室にたどり着いた。しばらく様子を見ようかと考えたが、校則違反に憤慨する校長がそれを許さなかった。犯人はすぐに見つかった。まあ教室にいるんだもんね。教室の中には3人の少女。3人？私2人しか知らないけど。ああ、あれか？校舎裏で燃やしてた子か？うち2人は知った顔だ。やっぱ堀川さんと神山さんか。彼女らの他には誰もいなかった。野沢くんはいないんだ。神山由香。そして堀川麻里。ん？最後の一人は見たことのない少女だ。なんかあの二人を見た後にこの子見るとなんかこの子怖い。君たち、こっくりさんは校則で禁じられてるはずだぞ。校長が厳重注意する。だから。うわ、反抗してきたよ。なんだねその態度は。神山の不遜な態度に校長がたじろぐ。神山が退院したのは聞いていたが、まさか登校しているとは。とりあえず昨日のような異常は今のところ見られないようだが。刑事さん、まだ事件のことを調べてるんですか？はい。大して興味もなさそうに尋ねたのは堀川麻里だ。堀川は神山の異変を知っている。それでもなお神山と一緒にこっくりさんとは神経を疑いたくなる。刑事さん？この人たち警察の人なの？見知らぬ少女が怯え切った表情で後ずさりする。怯えすぎでしょ。君の名前は？山野恵子です。山野さん。今にも泣き出しそうな声で彼女は答えた。
ショートカットの活発そうな少女らが、今は視線も定まらず、体を震わせている。何をそんなに怯えているのだろうか。まあ、こっくりさんだよね。例の、ウイジャ版を燃やそうとしていた子です。小暮さんが、そっと耳打ちしてきた。あ、やっぱりそうか。彼は、自信満々といった顔で、うなずいた。一度遠くから見ただけなのに、よく覚えているもんだ。しかし、伊藤香織が死んだ日、ウイジャ版を燃やそうとしていた少女も、確かにショートカットだった。髪型だけじゃない。今ここで、禁じられているはずのコックリさんをやろうとしていたのだから、同一人物である確率はかなり高い。さあ、稽古。次は、あなたの番よ。早く儀式の続きを、儀式って。この状況で、コックリさんを再会するつもりか？校長は、怒りのあまり、声も出さないでいる。校長、怒って！コックリさんは、怒ってらっしゃるのよ。校長も怒ってるよ。早く、血の儀式を行わないと、また誰かが死ぬわよ。ちょっと待った！誰？私？それは、聞き逃せない発言だった。血の儀式？私たち、コックリさんと約束したの。願い事を叶えてくれたら、血を捧げるって。何の願いしたの？願い事？彼女たちの願い事の内容が気になったが、堀川はそのまま続けた。はじめは、みんな面白がってやってたんだけどね。途中から、怖がって嫌がる子が出てきたの。だから、血が足りないって、コックリさんは怒ってらっしゃるのよ。その途中で嫌がった子っていうのは、そう、ご想像の通りよ。長谷部成美さんと伊藤香織さん。ああ、やっぱりか。答える堀川の口元は、つり上がっていた。血の儀式ね。とても興味深いな。どれ、俺も混ぜてくれないか？桐崎さん。でも無理なんじゃないかな。生娘じゃなきゃダメなんじゃない？ダメよ、ほらね。兄さんの提案は、無残に却下された。はあ、参加者には条件があるのか。なるほど。で、誰がコックリさんを始めようって言い出したんだ？神山さんじゃない？私です。そうなの？答えたのは、意外にも堀川だった。僕はてっきり、神山かと思っていた。私も。どうしてコックリさんを？どうしてって、私転校してきたばかりだから、友達を作るきっかけになればと思って。すごいきっかけだね。友達を作るなら何もコックリさんでなくてもいいだろうに。堀川の言葉は真実とは思えない節がある。ん？じゃ、血の儀式というのも君が提案したのか？それは違うわ。コックリさんのお告げがあったのよ。お告げ？私たちが血を捧げれば願い事を叶えてくれるってね。そのお告げをどこで知ったの？僕は思わず叫んだ。叫んだ？そんなことを信じたのか？それじゃあ自殺した二人も。血の儀式と自殺者の体から消えた血液の行方が、僕の脳内でじわじわと符合していく。あの二人が死んだのは、願い事を叶えてもらうためじゃないわ。あの子たちが死んだのは、血の儀式を拒否したからよ。え？拒否したから？神山は、あくまで冷静な態度で、淡々と言葉を紡いでゆく。血を差し出すって言っても、指先を切って、少し血を垂らす程度だったのにね。垂らす程度といえども、血は血だ。普通は、怖くなって逃げ出すだろう。あの子たちは、血の儀式を途中で投げ出した。だから、コックリさんはお怒りになって。
それで二人もの女生徒を呪い殺したというわけか。少なくとも神山由香はこっくりさんの呪いを全面的に信じているらしい。で、肝心の願い事やらは叶ったのかね。兄さんが皮肉っぽく質問した。あ、叶ってないんだ。沈黙と神山の苦々しげな表情が質問に対する答えだった。しかし、こんな儀式にここまで心を傾けられるとは、彼女の願い事に対する思いを伺い知ることができる。ねえ、ゆか。やっぱり私、儀式を続けるわ。ああ、怖くなっちゃったのかな。死にたくないもの。神山の話を聞いてるうちに、恐ろしくなってきたのか、山野恵子が、血の儀式への参加を申し出た。でもやめた方がいいんじゃないかな。いいだろう。いいんですか？そこまで言うなら、私が血の儀式の仕組みを解明してやろう。お願いします。いつの間にか、兄さんが場を支配していた。この手の問題は、民族学者、桐崎水明の独壇場だ。有無を言わせぬ態度で、神山たちを誘導し、巻き込んでしまった。おお、血がついてないものだ。さあ、始めようか。ほう。いつものように、やってみてくれ。あ、校長がいるのにやるんだ。神山と堀川は、突然現れた男の命令に不服そうだったが、やがて、どちらともなく、例の呪文を唱え始めた。こっくりさん、こっくりさん、おいでくださいませ。こっくりさん、こっくりさん、おいでくださいませ。三本の人差し指が集まる十円玉に、僕たちの視線も集中する。こっくりさんは、19世紀に欧米で生まれた、テーブルターニングという心霊占いがルーツとなっている。日本に伝わったのは明治時代で、徐々にその様式は簡易化され、誰にでもできる庶民的な占い遊びとなっていった。それが現在のこっくりさんだ。さて、何を質問してみようか。もしかしてこれ私が選択するやつ？こっくりさん、最近暇ですか？私じゃなかった。これはいか家に行くのかな。人を食ったような兄さんの質問に十円玉が反応する。こっくりさんのお出ましだ。お出まし。いいえ、いいえなんだ。なるほど、こっくりさんはお忙しいわけだ。そりゃまあ、二人も自殺させたんだから忙しいだろうさ。こうやって十円玉が動くのを見ると、あたかも霊的なものが宿っているように思えるだろう。うん。しかし、こっくりさんは金自動運動と呼ばれる無意識の力の働きに過ぎない。自己暗示にかかった我々自身が潜在意識によって答えを導き出しているんだ。こっくりさんは一種の催眠術だ。催眠術が登録されました。血の儀式だの呪いだのというのはただの演出に過ぎない。これさ、神山さんと堀川さん、怒って指離したりしないかな。驚いた。兄さんがオカルトを否定するなんて。この場にひとみさんがいたら、なんと評しただろう。はっきり言わせてもらおう。はい。こっくりさんが血を求めるのは、君たちの中の誰かの真相真理の現れだ。つまり、その誰かこそが今回の事件の犯人であり、こっくりさんの呪いに囚われた人物、キツネツキだ。直視する者、チラチラと盗み見る者、横目で疑いの視線を送る者、みんなの視線が自然と神山に集まった。しかし、彼女は眉一つ動かさず、ただ不敵な笑みを浮かべただけだった。
ファイルナンバー80、第1話、コックリさん、催眠術。催眠術。他人に暗示をかけることによって、その人間の行動を意のままに操るというもの。人間には理性と呼ばれる意識と本能と呼ばれる無意識が存在し、本来ならばこの意識によって行動や能力は管理されている。通常無意識は意識に覆い隠されているのだが、催眠術とは何らかの方法で催眠状態へと誘い、その意識を抑制し、直接むき出しになった無意識に働きかけることによって暗示をかけ、行動などを操る術である。人を催眠状態に陥らせる方法はいくつか存在する。最も知られているのは陽子法と呼ばれるもので、これは振り子のように動く五円玉など、何か一点に注意を向けさせることによって理性の働きを抑え、その際に暗示をかけるものである。ああ、催眠術といえばこれだよね。また他にも、急に目の前で手を叩く、あるいはペンライトの光を点滅させるなどの手段により、対象を驚かせ、その驚きにより無意識が表出した瞬間に術をかける驚愕法。椅子や寝台にリラックスさせ、緊張をほどかせることにより無意識を吹き出す弛緩法。相手の背後に回り、体が後ろに引き寄せられると言い聞かせることで暗示をかけ、催眠状態に陥らせる口頭法などがあり、またこれらの方法を組み合わせ行われる場合もある。こうして陥った催眠状態のことをトランス状態とも言う。医学的には脳をリラックスさせることにより脳を活性化すると言われるノルアドレナリンの分泌を抑え、判断と行動を司るという大脳新皮質の46夜の行動を低下させ、対象をトランス状態に陥らせているのだという。対象にかけられる暗示の程度、つまりどの程度操ることができるのかは、このトランス状態の深さに関わっている。深度のトランス状態に陥ると、その状態の間にかけた暗示が催眠を解いた後にも効力を発揮する高催眠暗示と呼ばれる暗示にかけることも可能だという。ファイルナンバー179、第1話、コックリさん、魔女狩り。魔女狩り。中世ヨーロッパでは魔女あるいは悪魔と関わりのあると思われる人々を宗教裁判にかけ処刑したと伝えられている。その裁判は理不尽かつ卑劣なものだった。ある時は手足を縛り水の中に放り込んで、沈んで死んでしまえば人間であり、浮かび上がっても魔女として処刑されたという。めっちゃ理不尽やん。またその他にも、体中に針を刺し苦しんで死んでしまえば人間であり、どこか一箇所でも痛がらないところがあれば魔女として家計に処されるということもあったようだ。何それ、最低。つまり一度魔女として目をつけられた者は助からない運命だったのである。だったら裁判なんか起こさないでさ、処刑しちゃえばいいじゃん。これ人間が楽しんでるだけだよね。うわー、最低な世の中。当時魔女として考えられ裁判にかけられた者の多くは、山奥などで暮らし出産などの手助けをしていた民間の医師であった。じゃ、善良な人間じゃん。そうした者の多くは女性で、古くから伝わる民間療法に通じており、また恋を成就させるためのまじないなどにも詳しかった。しかしながら当時の権威者は、そうした古くから伝わる風習は民間信仰が色濃く残る虚妄迷信の類であるとし、近代化を妨げる者、悪魔の術に携わる者として排斥しようとした。つまり魔女狩りの裏には、そうした古代宗教への弾圧といった側面が存在していたのである。
魔女を弾劾する類の本などは多数記され、特に15世紀後半に出版された魔女への鉄槌と呼ばれる書は、その後の活版印刷術の発明も手伝って魔女裁判の教科書としてヨーロッパ中に広まった。魔女裁判および魔女狩りは16世紀から17世紀に最も盛んに行われたというが、その正確な犠牲者の数は不明である。え、不明なんだ。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。